新宿駅前をご通行中の皆様、こんにちは。こんにちは。君の会街頭演説でございます。本日もここ新宿駅南口前から少しの間だけお話をさせていただきたいと思います。私は政治団体山桜会の志垣と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それにしても連日暑い日が続いております。熱中症で命を落とされる方もいるという報道に接しておりまして、本当に今年の夏は暑いなと思っております。今私が喋っておりますこの新宿駅前も気持ちのいい風が通っているんですが、もう少し強い風が吹いてもいいなと思っております。日本の国会は閉会をしてしばらく経ちますが、場外でいろいろと議員の発言が問題になっています。まあその問題は私はもう一つ一つ取り上げることはしないと思っておりますが、今日ヤフーニュースを見ておりますと、国会の枝野立憲民主党代表の演説がどうやら本になるという、しかもアマゾンで1位になりそうだという話が出ておりました。まあどれだけ喋って私聞いてないんですけど、何を喋ったのかもわからないんですが、有頂天になっている枝野さんは何を考えているのかなと思っております。ついでにその答えた安倍首相の話も本にしてもらいたいなと思っております。今回の国会でもいろいろな法案が通りました。カジノ含めた IR 法案もそうですし、働き方改革もそうでした。しかし今日本がどうしても解決をしなきゃならない、もう決着をつけなきゃならない問題が一つあると思います。それは北朝鮮による日本人の拉致事件を解決をしなきゃならないのではないかと思っております。先日拉致被害者を救う会の東京連続集会参加してまいりました。もう102回も開かれています。毎年毎年ですね、今年こそは拉致問題を解決しなければならない、日本政府に今年こそは拉致被害者を全員救出するようにお願いをしている、もうこの言葉がお約束のようなフレーズになっております。去年もそうでした。今年中に拉致被害者を日本に全員帰国させたい、そのために日本政府はしっかりと動いていただきたい、このことを家族会、救う会、そしてそれを支える私ども日本国民有志、日本政府に対して求めてまいりました。しかし未だに5名の方しか帰国を果たすことができていません。今年は本当にこの拉致北朝鮮に関しては大きな動きがいくつもありました。まずは今年の4月27日に北と南の代表が南北首脳会談を行いました。直接この南北首脳会談が日本人の拉致問題に影響することはないと思ってはいますが、やはり南朝鮮と言ってはいけませんね、韓国は日本と国交があり親しくしている中ですから、韓国を通じてこの拉致問題を訴えることもできたのかもしれません。そういう意味で北と南が
話をするということは、数あるいくつかのチャンスの中の一つではなかったかと思います。そしてこの6月12日に米朝の首脳会談がありました。この中でトランプ大統領は日本の安倍首相のメッセージを北朝鮮の金正恩総書記に伝えたということでありました。しかしこの6月12日の米朝の首脳会談から1ヶ月半ほどが、やがて2ヶ月になりますが、何か変わったかというと、拉致問題も含めて何も変わっていないし、また何も始まっていないと私は思っております。安倍首相が直接北朝鮮に話ができるような環境づくりをということで、昨日河野外務大臣が北朝鮮の、外務大臣二言三言お話をされた、日本の今の立場を伝えたという報道がありましたが、詳しい内容は私たちは分かりません。目に見える形で北朝鮮のこの問題が進んでいない中、私は昨日この拉致被害者救う会の連続集会に行って驚きの話を聞いてきました。今月号の月刊正論には、この救う会の代表西岡勉代表の記事が載っています。コロナ禍で今年の6月に日本の国会議員が詰めている参議院の議員会館で、6月21日のことだったそうです。米朝首脳会談の後に参議院の議員会館の会議室で、朝鮮総連の機関紙、という機関紙の編集長を呼んでですね、国会議員を前に演説があったそうです。講習会が、コロナ禍でこの編集長は北朝鮮の代表金正恩総書記は日本の拉致問題はすでに解決したんだと言っている、このことを前提に日朝が交渉する用意があるのであれば、まずは日朝の国交正常化から先に行うべきである、国交を正常化した後に拉致問題や核やミサイルなどの問題の交渉のテーブルが開けるのではないか、とにかく日朝の国交正常化が先である、このような話を日本の国会議員に対して、しかも日本の国会議員が詰める参議院の議員会館で行われていたわけであります。これを主催しているのが、やはりこの中にあります、日朝国交正常化推進議員連盟、こういう議員連盟があるそうです。日本の国会で、しかも日本人の国会議員がこういう議員連盟を作って、拉致問題に対してまずは日朝の国交正常化からだと訴えている国会議員がいることに、私は本当に驚きが隠せません。日朝の国交正常化、これがもしも来る日があるとすれば、
それは核やミサイルやそして拉致問題が全て解決をして日本やアメリカが納得のいく、それこそよく出てくる不可逆的な解決を見たときに初めて国交正常化ができるのではないかと思っているんです。しかし拉致や核やミサイルが解決する前に国交正常化などをしてしまえば、それこそ北朝鮮の思うつぼであります。何も解決がされないままに国交だけが正常化されるようなことがあってはならない、私は思っております。そしてこのこういうことが日本の国会の国会議員の間で行われているということを私たち多くの日本国民が知らないということもまた問題だと思っております。ですからこれは拉致問題が解決しないのも核やミサイルの問題が解決しないのも国民世論を高ぶらせることことをしないマスコミにも報道にも問題が私はあると思っております。ですからこのような場所で皆様に少しずつ小さな声ではありますがお訴えをさせていただいて、一人でも多くの皆さんに北朝鮮のこの人権問題、拉致問題、そしてそれに関わる日本人の日本人らしくらしからぬ行動について皆様にお知らせをしながら一つ一つ訴えをしていきたいと思っております。一日も早く日本人の手で日本人拉致被害者を日本の地を踏んでいただくように努力していかなければならないと思って、これからも皆様にお話をさせていただきたいと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。